令和2年11月6日、YMCA 黒川保育園の園児たちが、ホタルの幼虫を放流しました。これは、阿蘇市の自然豊かな地域資源を活用し、子どもたちに自然環境などを学ぶ場を提供しようと、壁水ホタルの里と YMCA 黒川保育園が主催し、毎年行われているもので、年長組の子どもたちが参加しました。まず、 保育園でホタルの生態などについて説明があり、壁水ホタルの里のメンバーが育てたホタルの幼虫や餌となるカワニナなどを興味深そうに観察していました。そして近くのホタルの養殖場に向かい、一人ずつホタルの幼虫を放流しました。壁水ホタルの里では、ホタルが育つための環境整備や、 ままた、毎年6月頃にはホタルツアーも開催しています。この日放流したホタルの幼虫は来年6月ごろに成長し光ることを教えられた子どもたちはきれいなホタルになってほしいと話していました。